はい、どうもお疲れ様です。今回もいただいたシートに対して添削してみようかと思いますえ。今回はですね、レジサポラインの1とレジサポラインの2つということで、まあこれはいわゆるレンジインレンジを示しているのかなと思いますけどもね。あともう一つはブレイクアウトに対してです。で、ブレイクアウトに対してなんですけども、まあどのレベルをブレイクアウトと呼ぶのかってことにもなりますが、 うそうですね、ブレイクアウトというからには大きく突き抜ける見込みを持ったところをブレイクアウトというふうにね、するのがよろしいかと思います。まあ、今回はね、その辺細かくはいきませんけども、いただいたシートについての検証でございます。え、一つね、抜けているのをね、まず申し上げますけども、抜けているのはダイヤモンドなんですよ。ダイヤモンドね、ここに出ているんですけども、なかなかね、まだ、あーいろんな、 テクニカルのフォーメーションが見慣れてないうちは、このダイヤモンドを見分けるのは非常に難しいと思いますが、ダイヤモンドっていうのは結局ね、こう分けて、あの、ペナントが出てるんですよね。ペナント。ね、三角形がこう収束していくやつです。それの逆、三角形がどんどん肥大化していくやつが出ると。これを合わせたのがダイヤモンドなんですよね。で、ダイヤモンドの中にも、上寄りと下寄りってのがあるんですよ。今回はまあまあ均等に出てますけども、上寄りのダイヤモンドっていうのは、 三角形のこの波動が上の方に集中している形です。ちょっと引きにくいですけどすいません。こんな形で出るやつですね。で、こっちの方もこんな感じで出ていると。で、これの特徴は真ん中だけが突出して下に向かっているやつが1本とか2本とか出ているっていう感じになりますかね。まあダイヤモンドにつきましては別で講義を設けますんで、もうしばらくお待ちください。まあ滅多に出ないんでね、あんまり意識しなくてもいいんですけども。で、ブレイクアウトについてですけども、 レジサボラインをちょっと黄色で引きますけども、レジサボラインの一つ目をこういう風に設定した場合、確かにブレイクアウトはここで出てるってことになります。これは間違えていないですね。で、えー、転換なんですけども、この転換っていうのは、うん、確かにダイヤモンド内での転換ではあるんですよ。そして、全体的なこのチャートの流れの転換の先っぽにもなってるとも言えます。ですんで、今度の、うん、段階ではですね、この転換が、 まあ、チャートがこの辺をうろうろしてるときに転換が起きそうだなっていうことがあ見とれるように、ね、なっていくといいかなと思います例えばこれヘッドショルダーって解釈した場合っていうのはこれが大きく下落していくんじゃないかなって考えると思うんですよ、まあ、しかし実際はそうならないんじゃないかなってことは別の動画でも申し上げましたけどもそれを合わせるとねこれはヘッドショルダーに見えるんだけども実際は近日中に転換していくんではないかなっていうふうに考えて えーと黒で書きますねヘッドショルダーとあれすいませんヘッドショルダーと同じ水準まで値動きが戻ってくるんではないかなとそのための転換が起きるんではないかなというふうに仮説できるともっといいかなと思いますよねただ今の時点で言えることはこの転換間違えてはいませんので、えー、一応ね正解というふうにさせていただきますで、えー、とサポートラインレジスタンスラインの2なんですけどもこれ黒で書きますね こういうふうな値動きが考えられてこの間でレンジを取るってことなんですけどもえっ、ー、とね、うん、大きく見れば確かに間違いないんですよここを上底と考えてそしてここをね過程と考えていくと確かにレジサプラインをこういうふうに取っていくことができますまあただ言えるのはあのもう値動きが始まってフェーズが変わりましたので 一部も意識しているところがあると思います。黄色で囲っていますからね。ここと、こことを分けて考えるといいのかなと思いますよね。うん、まあ、いずれにしましても、このレジスタンスライン2っていうのは、そんなにセンスの悪い付け方ではないと思いますんで、このまま解釈すると、この2つ目のブレイクアウトっていうのもね、結局、あのレジスタンスライン2を上と下に分けて、えー、サポートライン、あ、すみません、サポートラインを 1,2と区切ったこの下のレンジとですね、上のレンジっていう風な分け方もできるんですけども、その時に下から突き上げて、本来ならここで跳ね返ってレンジ内オプションを完成させる、継続させるところなんですけども、抜けてブレークアウトして、今度はこの上のフェーズでね、物事が起きるっていう風に考える目安になりますので、とってもいい考察じゃないかなと思います。で、当然ですけども、この後は、 ま、この赤い線に反応するかどうかはまだ分かりませんけども、まあ、でもネックラインがありますんでね、反応しやすいでしょうね。えー、それにつられて、上に抜けていくか下に行くかによって、またね、エントリーポイントが見つかりやすいということになると思います。当然、上に抜けましたら、こっから倍に入ればいいと思いますし、跳ね返ったら今度はここでの判定を狙って、ここから倍を入れるように考えていけばいいんじゃないかなと思います。はい、ご提出ありがとうございました。えっと、説明、解説漏れがありましたら、またご連絡ください。